ベルンハルトグルーバーは、オーストリア、ザルツブルク州シュバルザフハ・イム・ポンガウ出身のノルディック複合選手。同郷のミヒャエル・グルーバーとは、血縁ではない。2000年のノルディックスキージュニア世界選手権団体で、銅メダルを獲得。2003年1月1日にオーベルホフのスプリントで、ノルディック複合、ワールドカップに、デビュー、32位となった。2005年1月に、 自国で開催されたユニバーシアードで、グンダーセン銀メダル、スプリント金メダルと活躍した。2008年2月24日に、ザコパネで行われたスプリントで、ワールドカップ初優勝、ホルメンコーレンスキー大会のグンダーセンでも優勝し、このシーズンのワールドカップ総合は、自己最高位となる4位に入った。2009年ノルディックスキー世界選手権に出場し、マススタート22位。 ノーマルヒル、ラージヒルとも11位、団体は5位だった。ワールドカップ総合は9位。2009から2010シーズンはワールドカップで一桁順位になかなか入ることができなかったが、バンクーバーオリンピックでは団体戦で金メダルを獲得、ラージヒルで銅メダルを獲得した。2009から2010シーズン終了時点でワールドカップ通算2勝。ありがとうございます。